セナルとしての試合、いろいろとひどすぎた。アーセナルは完全攻撃放棄。ひでえ試合。アーセナルの真骨頂でしょ。これぞ元祖お笑いクラブ。アーセナル追いつかれてて草。これ勝てないしてさ。一番ひでえのは審判だよ。金返せもんのクソみたいな塩試合だったな。チケのボランチどうするんや。審判のおかげで追いつけたと思ったら帳尻かのようなトロサール2枚目でもうめちゃくちゃ。ロドリも言ったし両チームとも損した試合で草。アーセナルもテンバーやばそうじゃないか。カードによる試合のコントロールができてないどころかカードで試合自体が壊れるって本末転倒。いい加減審判はカードでなんとかしようとするのを考え直した方がいい。楽しみにしてた試合がまさかこんな試合になるとは。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。